見た。なんかめちゃくちゃメイクっぽく見える。なんで？こんばんは。皆さん、今日は早めです。早くご飯を食べます。今日はファッションフォーユーイベント中、ハッシュタグファッションフォーユーイベント中、ハッシュタグミアルの、皆さん、それではパッションフォーユーを開いてください。まず皆さん、まずパッ、あ、冷たい。パッションフォーユーを開きましょう。はい、開きましたね。皆さん、パッションフォーユーを開きましたね。エリア9か4か迷うけど、ちょっと長めにやりたいので読んでいきます。それでは皆さん、一緒にパッションフォーユーしましょう。え、止まっちゃった。何このカラス、天狗だった。スマホしかない方はスマホでパッションフォーユーを開いてください。本当にファッションフォーユーがもう残り3日、もう3日しかないんですよ。やばいですね。ちょっと怖いですね。ちょっと最近ちゃんとショールームがちょっとできてなかったので、今すごく私は不安なので、みんなで一緒にファッションフォーユーやってくださったらすごく嬉しいです。スマホしかない方は、私もあの顔を見せないので、皆さんもあのぜひ声だけでいいので、本当に私も多分顔見せないので、全然本当にあの配信見れない方も本当に本当にパッションフォーユーを開いてください。本当にすごく追い込まれております。私は、はい、7時間やってたから休憩でいい。7時間はすごい、ありがとうございます。そう、毎日ログももうね終わっちゃったので、もうあと3日しかないんですよ。でもエクストラステージが始まってから、私がすごいなかなかショールームがちゃんと長い時間できなくなっちゃって、すごく今不安ですね。怖い。そうですね、怖いよねっていう気持ちです。そう、普通にしてて勝てる人たち、方々じゃないので、もうね頑張らないとって思っております。すごい、全メンバー70人分の育成が終了します。すごい、ありがとうございます。公演のレッスンはないですね。なんかすごいね、レッスンは順調ですかって聞かれるんですけど、レッスンないんですよ。そもそもそんな研究生じゃないからレッスンがないです。はい、あー、池田さんかわいいね。70人ってすごいですね。そう、なのでレッスンなんてものは存在しませんので、私は自力でやるしかないのですが、ちょっとね、本当に、なんでか知らないんですけど、私なんかやんないといけないことがなんかすごいかぶっちゃうんですよ。だからちょっと卒業に向けて勉強しないといけないから、ちょっと今焦っておりますが、パッションフォーユーもちょっとやらないと やりたいので、すごく本当はね、世の中には2頭を追うもの、あ、待って、パッションフォーユー消しちゃった。2頭を追うものは1頭も得ずみたいな言葉もあるんですけども、はい、あるのでね、あのあれなんですけども、やるもの、やるしかないものはやるしかないので、
そう、なんかまあなんかね、だいたい周年の時と誕生日周辺が多分高校で私一番きつい、なんていうんですか、やることがいっぱいある時期なんですよ。そう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 、なんかまあだいたい変わんないじゃないですか。で去年もなんか周年の時がとその誕生日周辺の時とか、まあ10月から9月から12月にかけてがなんかもうね、やんないといけないことがいっぱいなんですよ。なんですけど、まあやるしかないのでっていう気持ちです。はい。あとなんか初日だいたい何かと被るっていうのもありますね。そう、初日とか初めてこういうなんか場面だみたいな時に限って何かと被るっていうのはすごいありますね。いつもそう。 S さんに初めて出た時もなんかそうですね、公演の前にあのいろいろあった。だからちょっと役年が今年で終わるので、あの来年こそはあのすごくいいあのことがいっぱいあればいいなって、心に余裕を持って生きていけたらいいなと思っています。そう、生誕祭が初出てたので、その学校でどうしても休んじゃいけない日だったので練習ができなかったですけどっていうのがねありましたね。お祓い厄払いしてないんですよ私。それがなんか良くないんですかね。でももうなんか今更厄払いしてもって感じですよね。そう、でもそう、まあね、見方を変えればいいこともあったんですけど、昇格とかね。でもそうですね、なんかそうですね、はい、でもなんかよく幸薄そうだねって言われるんですけど、確かにとは思いますね。厄年今年が翻訳ですかね、去年が前役、今年が翻訳です。確か2018年はいいことばっかりだった。逆になんか SK に受かったのもそうですし、初めて、あれ池田さん、初めて検証のチェキが当たったりとか、そう、検証のチェキが当たった年でしたね2018年は。そう、サチウス、なんか顔が薄いのは分かってますね、めちゃくちゃ自覚しかない。この髪の毛変だな。今すごいお腹空いてるんですよ。皆さんはご飯何食べましたか？何食べますか今から。すっぴんしてる人は分かると思うんですけど、めちゃくちゃ顔薄いんですよ。そう、化粧で頑張る。いいな、チャーハン食べたい。唇の皮むけた。チャーハン食べたいな。ソーキそばいいな。ソーキそば美味しいよね。
唐揚げとエビフライいいな。揚げ物大好き。うどんも好き。うどんは本当になんか年を重ねてから好きになりました。お好み焼きを食べました。あ、カレーもいいですね。三種のチーズ牛丼いいな。私の大好物。アイスも好き。アイスはでも夜ご飯じゃない。ラーメンは食べたい。ハヤシライスはこの間食べました。美味しい。なんかハヤシライストマトじゃないですか。でもあれが好きです。私ビーフシチューが好き。春雨入りのスープいいな。作りました。本当だ。またご飯の話。チャーハン食べたいね。あの昨日私餃子食べました。なんか今日めちゃくちゃ池田さん出ますね。なんか昨日まで全然出なかったのに急に池田さんが出る。まだ夜ご飯食べてないです。皿うどん食べる。クリームシチューもいいな。シチュー好きなんですけど、なんかシチュー好きなんですけど、クリームシチューが好きなんですけど、でもなんかハヤシライスがビーフシチューの味するんですよ。私の家のハヤシライス、なんかわかんないですけど、なんでかわかんないですけど、なんか母が一から作るビーフシチューじゃない、ハヤシライスは全然トマトの味しかしないのに、なんか既製品、なんでかわかんないんですけど、既製品なんていうの、なんか元みたいなやつから作るの絶対めちゃくちゃビーフシチューの味がする。なんでですか。デミグラス、でもデミグラスってハンバーグですよね。わかんない、多分違う。デミグラス、そうなんですか。デミグラスなんですか。デミグラスって何ですか。ちょっとデミグラスが気になってしまう。デミグラスってなんでなんですか。なんでデミグラスっていうの。デミグ、デミグラス、ドミグラス、ドミグラスソースは西洋料理の基本的な料理のソースの一つで、黒に近い褐色をしているブラウンソースを煮詰め、ブラウンソースって何ですか。まずやば、わかんないことがいっぱいある。ブラウンソース、わかんないや、わかんないや全然。なんかデミグラスソースって調べたらブラウンソースって出てきて、ブラウンソースって入れたらなんかデミグラスソースって出てくる。小麦と粉バター、そうなんですか。すごい。デミグラスって小麦粉なんですか。すごい、みんな物知りですね。エクストラ、私エクストラステージに行けないんですけど、なんでですか。ちょっとね、9、10でやってたのにね、行けなかった。行動力がないからか。タルタルソースが好きです。タルタルソース好きです。私チキン南蛮が好き。最近気づいたんですけど、チキン南蛮って美味しいですよね。そう、私チキン南蛮が好きなんですよ。あ、レーダーを使う。なるほど。そう、私すごい好きです。なんかね、最近なんだっけ、ホットモットのチキン南蛮がすごい好きっていう、好きだなって思って、そう、ある日気づいて、で違うお店でもチキン南蛮を食べるようになったら美味しかった。
え、この超強敵っていうの子はどうしたらいいですか。96日あと4日ですね。この超強敵出現っていうやつはどうしたらいいんですか。どうしたら倒れますか。普通の強敵はレベル1は普通に倒せて、レベル2は2とかで倒せて、レベル3は3で倒せるんですけど、超強敵はどうやってたら倒れますか。エビフライ、エビフライいいな。どうしたらいいの。怖い。強いですか。超強敵って強いんですか。3の魔法玉、わかりました。倒せるかな。あ、めっちゃ強い。めっちゃ強かった。無理でした。無理でした。はい、無理でした。あ、無理でしたね。はい。魔法玉でも無理でした。 SSR プラス以上での3コンボがね、無理ですね。無理でした。なんか超強敵しか出てこなかった。さよならエクストラステージ。ね、手まりが最強ってことが分かりましたね。3コンボあるけど強くないからダメなんですよね多分。3コンボは組んでます。もうそう、もうね、ずっと言っ、そう、ずっとずっと組んでる。ね、手まりが確実ですね。さあ仲間を召喚。仲間がいないんですよね単純に多分。でもなんとかあれはできるようになったんですよ。そこそこ超強敵じゃ無理だけど、強敵ぐらいは倒せるようになったんですよ普通に。めっちゃディップの色取れちゃう。このイベント終わったら地道にレベルを上げる。そうですね、やっぱ日々の積み重ねですよね。もう早くレベルを上げなきゃ。仲間 L2 人いるとかって、あー、なるほど。1時間に2枚育成ペースで頑張る、すごい、すごいですね。え、すごい、すごくないですか。1時間に2枚育成ってすごいですね。すごい。 CM、 そう CM 見ましたか皆さん。 CM 選抜さんの CMなんかお人形さんみたいでした。なんかエゴさんって立ってるだけでお人形さん、なんかすごいですよねエゴさんって。かわいい。そう、ね、エゴさんって本当に可愛いですよね。なんであんなに顔小さいんだろうって12周年のリハのたびに思ってました。もう遠くからずっとエゴさん見てて、なんか顔小さすぎて
なんかこれぐらいしかないんですよ顔が本当に。いやなんかでもそうだな、先輩初めて会った時もみんな思ったけど、みんな顔小さい、みんな顔が小さい本当に。なんかこれぐらいしかない本当に、みんな顔が。みんなエゴさんは天使だからって言ってる。確かに。私スケに入る前にあのなんかロケしてるエゴさん見たことあります。なんかたまたま通りがかってていうかすれ違いました。サキさんとエゴさんにすれ違って、っていうことがありましたね入る前に。そうなんですよ。そう多分ロケのなんかスタッフさんと一緒に歩いてたんですよ。私は下向いて歩いてたんですけど、私は下向いて歩いてたんですけど、あの兄が気づきました。エゴさんじゃないみたいな気づいて、本当だってめちゃくちゃ顔小さいなって思いました。私の妹がね最近 SKE のメンバー全員覚えたんです。かわいい。でも兄は別に詳しくはないです。そんなに全然詳しくはないですけど、入ってから多分まあでも別に詳しくはないですね全然多分。はい、そうだから解放一緒に見ながら妹がこれ丸々さんでしょ、これ丸々さんでしょって言ってました。でも兄はリカさんがピオスさんになる前のあだ名で止まってます。でもエゴさんはみんな知ってると思う。本当に中学の時の塾の先生もエゴさんは知ってたんですよ。エゴさんの話めっちゃしてました。エゴさんだけ知ってたんですよ。なんかジリナさんとかは知ってたんですけど、なぜかすごいエゴさんのことは知ってました。そうめちゃくちゃなんか SKE 全然知らないけどエゴさんは知ってるって言ってた。そうだから私の周りの人みんなエゴさん知ってる。でも私が中学生の時の話なので、しかも中1とか中2とかの話なんで 4、5年ぐらい前ってことですかね。 4、5年前、そうコケティッシュぐらいの時かな、不器用対コケティッシュぐらいの時かな。あでも小学生の時から言ってたかな、わかんない、記憶にないや。でもずっとでもみんな知ってますよ多分。でも大場さんとかスズランさんとかも多分みんな知ってると思う。8期生さんが入る前ですね多分、私
そう、入る前ですね。あれ、8期生さんが入ったのは私が中2の時だから多分入る前ですね。やっぱ名古屋の人だから知ってるんじゃないですか、みんな。うん、うん、でも多分同級生も結構知ってるんじゃない、普通に知ってると思うんですよね。なんかやっぱ名古屋に住んでると知ってるんじゃないですか、めちゃくちゃ。8期生さん加入は16年11月くらい、中2ですよ私が。そう、2015年が中1だったから2016年は中2です。そうです。私はあの自分がオタクをしていた時のあのシングルとかで覚えてる自分が何歳か、小6の時にコケティッシュだったんです。小6の最後のコケティッシュの時に小梅さんが卒業してる。コケティッシュの前に卒業されてるとかですよね。でコケティッシュ、コケティッシュですよね。あれコケティッシュの発売の時に7期生さんがニコ生でお披露目されてたのを見てました。はい。でその特番の数日後とかに小梅さんが卒業されただった気がする。違うかな。で、あ、自分があのもし受かってたら、そう小梅さんって言えたんだなーみたいな思った記憶がある。めちゃくちゃそういう記憶があるから覚えてます。そう、くまさん、あのほののさんがくまさんと一野さんが好きって言ってた。めちゃくちゃ覚えてる、なんかそうですね。そうでも、もうかみさんの卒業が決まってたからもう次の時には次、 あの次もし SK に受かっても、あ、入れ、あの言えないんだなって思いました、思ってました。あとドラフト2期生さんのドラフト会議があったのは5月10日有明っていうのもめっちゃ覚えてます。その日になんか用事があった、なんか用事があって、あ、なんか用事ある日だなって思って受けて、あの書類で落ちてるそう、マイティさんとかもそうですね。もうだからめっちゃ覚えてるんですよ、記憶、記憶がそれですね。8期生さんも受けてて落ちて劇場見に行って、あー悔しいなって思ったの覚えてるし、ドラフト3期生さんもしっかり落ちてます。多分こっからしばらくドラフトないかなって思ってたからで全部落ちてます。はい。え、あの頃のロッカー、え、思い出した。私なんかロッカーって聞くとすごい思い出しますよね。そう、あの頃のロッカーってすごい、そうですよね、私も思いましたすごいロッカー、そのロッカー思いました。え、そういう意味なんですか、あの頃のロッカーって。ロッカー私ロッカーめちゃくちゃ綺麗です。綺麗なのに、綺麗なんですよ私のロッカー。めちゃくちゃ
めちゃくちゃではないけど、まあそこそこ綺麗なのに、なんか汚い時に限って見られちゃうんですよ。悔しい。でも綺麗です、本当に。そのロッカー今でもあるの？ちょっといつか聞いてみますね。誰に聞いたらロッカーの位置覚えてるんだ。でもわかんないですけど、なんか池田さんのロッカーはクローゼットです。やばい、喧嘩になる、なるかな、ちょっと心配ですね。なんかロッカーってどういう順番で並んでるんですかね。棋聖さんごとなのかな。でも私もし棋聖さん棋聖ごとにロッカーが並んでたら、私リカさんと近いんですよ。でなんか確かにここら辺すごい、なんかロッカー周辺になんか4期生さんのマグネ、名前のマグネットが貼られたままなんですよ、昔ので。私がすごいそれをなんかすごいみんなに貼ってもらってる、貼られてるんですよ。だからもしかしたらっていう。私のロッカーは竹内まゆさんが貼ってあります。竹内まゆさんのマグネットはりかさんにもらいました。ワンちゃん。どうなんだろう。そう、でも多分最近入ったメンバーとかは卒業したメンバーの後に入ってるんですよ。あ、でも9期はなんかロッカーを足されてたところに何人か入ってたけど、私はちょっと名前的に新しいロッカーじゃなかった。犬塚さんは多分違うはず。どっかに貼ってあったんです。どっかの近くのロッカーに貼ってあった気がするから違うはず。救急はバラバラですね、めちゃくちゃ。でもね、鍵壊す人がいる。そう、鍵が壊れたロッカーがちょっと定期的にあるんですよ多分。そうなのかな。ちょっと今度聞いてみます、誰かに、リカさんとかに。わかんない、他のメンバーのロッカー見たことない、そんなに。でもなんか怖いじゃないですか。ちょっと今言おうと思ったけど怖いからやめとく。ちょっと不仲にはなりたくないからちょっとやめとくんですけど、鍵を折った話は誰から聞きましたか。ちょっとやだ、なんか暴露になっちゃうのから怖いですね。やだ、不仲はやだ。あ、そう、2じゃないよ、昨日。あー、ん？あ、おしりんさん、おしゆきさん言ってましたね。そう、でも鍵折って、確かに鍵折れてる場所は、鍵折れてるか分かんないけど開かずの間みたいなところは何個かあります。でもちょっと怖いからやめとく。誰が折ったとかは言わない。そう、昨日話戻るんですけど、リカさんと2じゃないよしてきたんですよ、念願の。初めてリカさんと2人でお仕事嬉しかったですけど、でもそっか、そっか、なんかリカさんとお仕事すること自体なかったから嬉しかったんですけど、
すごく、はい、幸せでした。とにかく可愛かったです。あの動画は一生残るじゃないですか。一生残るじゃないですか。だから2じゃないよって本当に素晴らしく嬉しかったですね。なんか映像が残るっていいなって2じゃないよの動画は何分くらいって分かんないですね。あっという間でした。全てが梨花さんのフリート、そうフリート機能っていうのに梨花さんがあの動画を上げてくださってたんですけど、あと1時間ぐらいしたら消えます。多分24時間で消えますよね。あと1時間ぐらいで消えちゃいますね。なのでぜひまだ見てない方はあの見てくださったら嬉しいです。あ、見てくださったら嬉しいですっていうか、あのはい、私が楽しんでます、すごく。めっちゃね楽しかったし嬉しかったし、あの楽しかった。もうなんか今日もなんか朝からめっちゃ思い出しニヤニヤしちゃいました。もう嬉しすぎて、なんか昨日のことを思い出しただけですごい今日一日が幸せでしたっていうぐらい、あの一生の思い出宝物になりました。しかし台本をなんと置いてきてしまうというミスをしたのですごく今悔しいですが、写真を撮ったので大丈夫です。ツイッターパソコンだとフリートない。あ、そうなんだ。でもアンドロイドは見れるようになったらしいです。 iPhone とアンドロイドの方はぜひ、てかスマホの方、なんかアンドロイドも見れるってさっき書いてあった。ぜひ。あ、そう、誕生日プレゼントはそうですね、あのいつ渡したっけ、2日前とか。そう、誕生日プレゼントは本当はそう昨日渡す予定だったんです。12日に渡す予定だったんですけど、あのなんかそれより早く会えそうだったから、なんかその期間的に誕生日の2日前だったのかなに渡したんですよ。2日前か4日後だったから2日前に渡しました。アップデートしたらアンドロイドも見れました。だってアンドロイドも見れるらしいですので、今22時間目だって、あと2時間とかで消えちゃうので、ぜひ皆さんまだ見てない方は、はい、でも楽しかったし、なんか幸せでした。そう、あ、そうなんですよ。なんか昇格してから、昇格したメンバー、最近昇格したメンバーが全員最近ちょっとずつ2じゃないように呼んでいただいてるんですけど、みんな昇格したチームの先輩とか一緒に昇格した人とやってるんですよ。だから、あ、私もきっとそうだろうなって思ってて、なんか誰とやるんだろうって思って、でもさあやちゃんとふゆちゃんが一緒だったからえなちゃんとかなって思ってたら、なんとりかさんで、今のところ違う先輩とやったのは私だけ。嬉しいですね、すごい。だから最初なんかえっと思って、私は絶対に、あの私は絶対に K2 さんの先輩とやるんだろうなって思ってて、で何気に6期生さんドラフト1期生さんからより前の先輩とやるのも初めてだったんですよ。
そう、そうなんですよ。私は 7D2 さんの先輩とやったことあったんですけど、やったこと、それ以前の先輩やったことなくて、なんか、あ、なんか、ま、多分リカさんとは一生できないんだろうなって思ってたから、まさかですね、嬉しい。そうだ、そんなこともありましたね。だから私の予想はなんかで、 K2 さんの先輩でやったことある先輩は何人かいるんですけど、その先輩以外だったら、そう、あやめろさんとか水野さんはやったんですよ。あやめろさんと、あ、そう、ナルピーさんとこっちゃんさんとか、あとはラブリンさんとやったことがないかな。からなんか、あやめろさんかラブリンさんかなって思ってたら、リカさんでした。結構前にペアしてた。そうだから、もうね、もうずっとワクワクでした。この日が、今日が、昨日がすごい楽しみでした。でも楽しかったので、でもなんか楽しかったんですけど、緊張しすぎてなんかニヤニヤしたら何言ってるか分かんないだろうなと思ったから、必死にリカさんの顔見ないように真剣にやろうと思ったんですけど、噛みました。でも本当に人生楽しかったです。はい。え、あっち向いてほい、あ、違う、間違えた。告知って、告知やって、今浅井さんがやってらっしゃるじゃないですか。告知は浅井さんと当たった方、一緒にやる方が次は告知をやるんですか、それともあやめろさんがまたやるんですか。あやめろさんとあっち見てほいするんですか。あと71年。そう、21日はまたね、リカさんと、前回と一緒ですよね。だからまたリカさんと会えないんです。ピエン、もう唇の皮めっちゃむけちゃうな、痛い。あ、浅井さんとのいいじゃないよやった方が次はやるってことですか。浅井さんお話ししたことあるんです。一回だけ話したことあります。あやめろさんに戻るんですか。薬用リップ、薬用リップ持ってないんですよね。すごいですね、あやめろさん大変ですね、すごく。あやめろさんって本当にすごいですよね。めちゃくちゃ顔かわいいのにめちゃくちゃお話できますもんね。かわいい、めちゃくちゃかわいい、めちゃくちゃ顔が小さい。なんか顔小さい人って身長高く見えるじゃないですか。なんかわかりますか、これ、この法則。そう、
そうなんですよ。顔小さいと相対的に見た時に身長が高く見えるから、あったらなんか、あ、意外と身長がなんかそこまで高くないんだなみたいなあるじゃないですか。そういう感覚になりますね。ね、太田さんの、太田さんそう、めちゃくちゃ可愛いですよね。めちゃくちゃ、そして顔が似てますよね。NMB さん、ショールームでも顔アップだと身長大きく、あー確か、確かに、でもショールームは小さく見える。なんかこの人形はちょっと邪魔で、邪魔、頭が入る場所がなくなっちゃうんですよね。ね、ありますよねそういうの、うん、そろそろ行動力がちょっと溜まったので多分ちょっとだけやります。そしてあと9分で1時間が経つのでショールーム終わります。あ、そんな溜まってなかったですね。もうエナジーウォーターがね、もう残り少ないので悲しいです。中田さんめちゃくちゃ顔小さいですよね。わかります顔小さい。でもアイドルさんってみんな顔小さいですね。初めて見た時、先輩なんでみんなこんな顔小さいんだろうと思ってました。あとなんでこんなに可愛いんだろうって、熊崎さんとかめちゃくちゃめちゃくちゃめちゃくちゃ顔可愛いですよね。なんか同じ次元に生きてると思えないくらい顔が可愛い。エゴさんも、オルーさんも、なんかオルーさんめちゃくちゃ、そう、本当になんであんなに先輩って可愛いんですか。なんか目の大きさもすごい、目も大きい、顔が小さくて目も大きくて可愛い。本当に っていうのをね、もう本当に入ってから毎日思ってます。なんかふとした瞬間に思いません？めっちゃ可愛いみたいなくまさん本当に可愛い。熊崎さんはみんな好きですよね。本当にお腹空いた。ファッションフォーユーのはあと3日ですよね。あと3日でファッションフォーユーのイベントが終わるんですけど、終わるんですけど、あ、5時59分までだ、5時59分まで、あー月曜日まで、なんかもうあっという間でしたね。めちゃくちゃ長いなって思ってたけど意外とあっという間だった。まだ終わってないですけど、なのであと3日まで、あと3日間一緒に頑張ってくださったら嬉しいです。でもみんなも頑張ってるから怖い、心配ですね、すごい。でもえ、そっか、72時間、1、2、3、3、2、3が6、3、4、72時間切りましたね。本当ですね。残り42-2 70時間ぐらいですか。
あれ嘘、あれ70時間わかんないですね。ちょっと計算するのが難しい。48足す、まあまあまあそれぐらいですね。そうでも今回は本当に多いじゃないですか、ドラフト3期生さんから10期生までのこのグループの分けが。だからすごいね、心配なんですけど、みんな頑張るじゃないですか。なんかテスト勉強の時とかによく言われませんでした、なんか自分一人が頑張って、なんか自分が今回頑張ったのになんでこんな順位なんだろうって思っても、みんな頑張ってるよみたいな、すごい言われたのを思い出しました。それは今頭に出てきましたね。なのでテストみたいですね。何の話してるの？テストみたいですね。何それ？本当に。でも頑張るしかないので、私もちょっと本当に本格的に K2 の公演を早く覚えないといけないんですけど、本当に本当は勉強してる暇なんてないんですけど、勉強よりも本当は公演を優先しなきゃいけないんですけど。勉強してるくせに勉強してないっていう人いたな。めっちゃいますよね。私めちゃくちゃ鵜呑みにしてた。けどみんな本当に勉強してるから。そう。なので、まあとりあえずやることはやりつつ早く。公演も覚えなきゃいけないので頑張ります。頑張らないと。でもね、昇格、せっかく昇格したからね、なんか研究生の時と全然違うじゃんって思わせないといけないんですけど、わーって感じですね。頑張ります本当に。ピエン。そうですね、皆さんも一緒に、私がちょっとね、最近メールとかちょっと少なくなっちゃって本当に申し訳ないんですけど、ショールームの時間もいつもより短くなっちゃって本当に申し訳ないんですけど、きっと川島さんは勉強と練習してるんだろうなって思ってくださったら嬉しいです。でもファッションフォーユーは本当に勝ちたいので、できる限りショールームとかやるんですけど、間の時間を縫って。なので皆さんも一緒に、今きっと川島さんも何かやってるんだろうなって思って、ファッションフォーユーを一緒にやってくださったら嬉しいです。お願いします。はい、勝ちたいので。ということで皆さん、今日もショールームを見てくださってありがとうございました。そしてあと4日で、あと3日でパッションフォーユーがのイベントが終了するんですけど、あと4日で私は毎日アイドルに100日目を迎えるということで、そのショールームもね絶対に続けていかないといけないので頑張ります。はい、ということで皆さん今日もショールームを見てくださってありがとうございました。あ、やばい、倒れてきた。おやすみなさい。バイバイ。